今週はちょっとすさんな1週間になりました。ダスダス。1食目足りなかったので追加です。どいてください、どいてください。筋トレができないからどいてください。邪魔です。2食目夜ご飯中測定やばい、ギリギリの50点台。ドスドス。1食目ドスドス。1食目今日は昨日食べ過ぎたのでプロテインとバナナを混ぜたスムージーのみです。どうす。体重測定なんとか抑えたんですけど、やっぱり脂肪分たくさん取ったのでちょっと体脂肪が上がってる気がします。どうすどうす。1食目どうす。2食目タラの梅のせ。3食目体重測定あんなにたくさん食べたのになぜか痩せてるっていうちょっとわけわからないことになっています。ドスドス。1食目ドスドス。夜ご飯体重測定はい、つかの間の幸せというのはまさにこのことですね。増えてきました。ドスドス。1食目2食目3食目体重測定ちょっと昨日よりは下がったんですけど、多分食べてないだけなのでもうちょっと下に下げれたらなと思います。1食目どうす。2食目どうす。今週も1週間終わったので体型を見ていきます。はい、こんな感じです。ちょっとですね、どうですかね、足はまあ細くなってかなーってぐらいで、でお腹の方はここのくびれはまあ出てきたかなっていう感じですね。ちょっと今めっちゃ食べた後だからここがもうぷっくりになってるんですけど、二の腕見てきます。はい、二の腕もあんま前回とはあんまり二の腕もあんまり変わんないんじゃないかなと思います。はい、どうもこんばんは。今週も終了しました。はい、ですね、今週は本当に爆食しすぎました。爆食しすぎてですね、月曜日から水曜日か、水曜日から始めてるんですけど、水曜日だけ普通になって、もうロケ弁の日から毎日、ほぼ毎日ですね。毎日脂っこいものとか甘いものとか食べて、しかも今日に限っては本当にもう本当に食べ過ぎたので、もうめちゃめちゃ食べてるのでなんかやばいんですけど、ちょっとね、そのロケの日から油物だったりとかそういうものをもう食べたくて仕方がない、もうそれ以外逆に食べれないっていうぐらい、めちゃめちゃそっち系のものが食べたくなってしまって、普段の朝食と夕食は本当に全然食べたくないんですよ。食べたくなくなっちゃって、最近はなんかあんまりいらないなみたいな、あんまりなんかいらないなみたいな、昼もなんかあんまりいらないなみたいになって、でも夜になるともう本当にもう一回でも油物を口に入れちゃうと、油物とか美味しいものとかカロリー高いものを口に入れちゃうともうね止まんなくなってきてしまって、で次の日また朝起きると、あんま食べたくないなってなって、でなんか昼ご飯になってあんまりいらないなってなって、で夜ご飯になってもうルルルルル不健康で仕方がない食生活になってしまいました、この1週間は。まあ外食が多かったっていうのももちろんなんですけど、やっぱちょっとそこはね、自分的にもちょっと自制していきたいなと思うんですけど、今回のことを反省して気をつけなきゃなというふうに思ってます。でも体重的には、見事にこう、50キロをこうね、こういう感じでいってるので、こう、徐々にこうまた下がっていって、このまま、
50をこう行ってて49になったら49もこう何日間か何週間かこう足も完治したので、完治というかまあ足もだいぶ良くなってきたので、運動をちょっとハードめの運動に変えてみたりとか、ハードめだけどちゃんと短い時間でできるものに変えたりとか、ちょっと今週はもう本当にもうゆるゆるでになってしまったので、もう自分でも言います、ゆるゆるでになってしまった、本当にもうゆるゆるのゆるゆる。でも なんかしてしまった割には体重がこう増えづらくはなっているというか、中はちょっと頑張っていきたいんですけど、ちょっとイベントもあるし19日にいろいろドラマ撮影もあるしってことで、ちょっとカロリーがまたオーバーしそうな感じな来週ではあるんですけど、頑張ります。それでは皆さん本日もありがとうございました。バイバーイ。びっくりした。あ、はい、まあそんなこんなで、そんなこんなで、せーの、このチャンネルが、ちょっとわかんないんだけど、言ってくれてないから。じゃあ私が言いますね。はい、はい、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。コメントもお待ちしてます。バイバーイ。こんな感じ。どうぞどうぞ。